今日のモカツはドラゴンボールのプラモデル Z から孫悟空の父バーダックフィギュアライズスタンダードのキット、以前に制作していたものをリペイント組み直しをしました。水性アクリル塗料を用いてリペイントをしました。早速塗装の様子を使用したカラーごとに見ていきます。まずは戦闘服コスチュームの薄いグリーン、オリーブ色、シタデルカラーのベースオールクフレッシュを使いました。上半身と腰部に塗装の箇所がありました。シタデルカラーはイギリスが発祥の水性アクリル塗料、マットな質感、粘性が高く隠蔽力が強いのが特徴。続いてボディのメインカラーである紺色、濃い青、シタデルカラーのベースナイトロードブルーを使いました。シールでの色分け対応になっていた額の傷跡はパレホのゲームカラーレザーブラウンで塗りました。この塗装で一番細かい箇所、表情パーツ2つ、極細筆を使って丁寧に書き入れました。露出している肌部分に塗るフレッシュカラーはパレホのモデルカラーベーシックスキントーンにしました。キャラクター塗装のフレッシュカラーでは一番一般的に使っている塗料。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料です。フィギュアやプラモデルの塗装にはとても重用しているカラー。色数も多く明るいカラーもたくさんあります。よく使っているモデルカラーやゲームカラーは総じて粘性が高くて隠蔽力が強い。チューブに入った水性塗料で直接または水で薄めながら使います。塗装に要した時間は約30分でした。最後は白です。パレホのゲームカラーデッドホワイトを塗りました。サイヤ人の戦闘服の縁取りカラーとしてが主でした。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に拭き乾燥させます。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このキットは2020年2月に発売されました。ハンドパーツは左右2種類、必殺技エフェクトとして気候波と気候波ためのパーツが付いていました。表情パーツは2種類が付属していました。バーダックはカカロットとラディッツの父親で惑星ベジータに住むサイヤ人でした。左頬に十字の傷があるほか、容姿や声はカカロットそっくり。フロントビューからリアビューまで。ということで今回はドラゴンボールのプラモデルフィギュアライズスタンダードシリーズ Z に登場した主人公孫悟空、カカロットの父バーダック、水性アクリル塗料でリペイントでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。